ズポケット。今週はレースがあります。いい感じですね。まずまずですね。何かご用でしょうか。開始します。今年も美しき女王の称号を目指してエリザベス女王杯、まもなくスタートであります。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。ちょっと出遅れたんでしょうか。4番メディロランバダ、ダッシュがつきません。さあ先行するのは何か。先頭に立ったのはビワグッドラック、5番ランフォザドリーム、それから7番笑顔を見せて、そして一番人気のエアグルーム、うまくいっているんではないでしょうか。それからこれも人気を集めております。11番カタノアイフォン、6番エリモエクセル、その外8番グレースアドマイヤ、パルブライト、ちょっと離されましてラティール、そしてその外にメジロドーベル、その後ろでやりましょうか。10番ナリタルナパーク、そして内からは4番メジロランバダ。もう一度前の方でありますが、先頭を行くのはビワグッドラック、1馬身リード、
その外からはランフォザドリームちょっとばらけてきました。それから7番笑顔を見せて赤い帽子にご注目ください。これが一番人気のエアグルーヴであります。ここにいた方のアイコン、大舞台の重圧を跳ねのける力がこの馬にはあります。そして6番手に6番エリモエクセル、外を通りましてウレースアドマイヤ、そしてその後ろから2番パルブライト、それから足毛の馬体ラティール、その外に12番メジロドーベル、ナリタルナパークが並んでいます。4番メジロランバダ、これがしんがりであります。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線、先頭を行く黄色い帽子はランフォザドリームエアグルーヴ、先頭に立った笑顔を見せて懸命に追う3番エアグルーヴがまだ粘っている。エアグルーヴ先頭、ムチが飛んでいる、肩のアイコン、肩のアイコン、懸命に追ったエアグルーヴ1着、1番人気に見事応えました。上を狙っていきましょう。1着3番、2着11番、3着12番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。ちょっと元気がないですね。いい感じですね。何かご用でしょうか。ご存知ですか？いい感じですね。ちょっと戻しきれませんでしたね。今週はレースがあります。これでいいですか？2番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。シャティン最大のお祭りも残すはこの香港カップのみであります。シャティン競馬場に素晴らしいメンバーが揃いました。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは2番ビリオンウィンが先頭に立ちました。そしてその外にミッドナイトベッド、7番バックスボーイが上がってまいりました。そしてその後ろから10番タイクーンリル、その内からはアルボラータ、差が開いて6番オリエンタルエクスプレス、そして外からは肩のアイコン、
それから4番アルムシュタラク、11番レスファ、この辺りちょっと離れている9番レイラミ、マゼランがそのうちにいます。一番後ろにノーザンドレーク。もう一度先頭から行きますと、先頭を行くのは2番ビリオンイン、1馬身リード。これを追って7番マックスボーイ、10番タイクーンリル、その後ろでやりましょうかアルボラーダ。縦に長い展開になりました。ミッドナイトベッド、下がって5番手6番オリエンタルエクスプレス、これと一緒に型のアイフォン、その後ろ3馬身くらいあって4番アルムシュタラク、それからレスファ、ちょっと離されましてレイラミ、それからもう一頭マゼラン、ノーザンドレーク、じわっと上がっていく。これが先頭ビリオンインであります。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ、レイラミはまだ後方、ようやく追い込み体勢。さあ先頭はビリオンウィンが1馬身リード、レスファも追い込んできた。何か突っ込んでくる、11番レスファか、捉えた、かわした、アルボラーダ、内を通ってビリオンウィン、一気に一気に、レイラミ先頭、ムチが飛んでいる、アルボラーダ、レイラミ1着、香港カップ、勝ったのは9番レイラミだ。いい感じですね。